さあ、リュウシルキサンデーナイトドリーマーでございますけれども、10月1日ということで月変わりまして、アシスタントのお二人も変わってまいりました。最近紹介しておきましょうかね、はい。まずはセラ社長。はい、セラ社長です。よろしくどうぞ。やっぱりね、前向きに日曜日でね、うだうだしてらんない。明日からまた一日ね、新しい朝から始まっていく。自分なりに頑張ってやっていきましょう。前向きに上を見て。どうですか？最高です。ありがとうございます。最高っていうのはやっぱりいい言葉だよね。背中押されるよね。あんたも最高、みんな最高。そして温かい。さあ。はい。はい。そして温かい。で、新妻。はい。はい、どうも、トップレードの新妻でございます。よろしくお願いいたします。皆さんお待たせいたしました。ということでございます。はい、今日は、ちょっとキングオブコント、はい、2017が開催中ということでございますね。はい、まあ今ちょうど裏かぶり、丸かぶりですけどね。そうですね、始まってますね。ちょっと、まあ気になるところでしょうけどね。うん、特に新妻くんなんかは、コント、ね、コント好きですから。コント好きっていうか、まあ、やって、コントをやって、今回も準決勝まで行かせていただきまして、うん、はい。まあ、コント好きと言われてもね。コント好きですよね、でも。コントをやってるっていうことですけどね。うんうん、コント好きではないです。やりますか。コンコン。どうぞ。どうしました？なんか体調悪くて。ああ、そうなんですか。じゃあ、こちらの方座れてくださいね。はい、もう座ってます。はい、もう座ってたんかい。そして温かい。最高。いや、何なのこれ。背中を押してもらえるね。コントってのは、笑いっていうのは本当にいいね。一番いい薬かもしんない。ニッと笑う。口がガバッと開く。その表情が一番美しいんじゃない。ずっとそれでやんの、ずっと背中調でやんの。俺も言う、そう思います。最高だ。賛同者。ねえ。Release all that stress. Now a variety program. Sunday night.さあ、こんばんは。オタブロの真珠、広島の女怪談時、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京ハンズオン JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー。改めてアシスタント、こちらお二人。はい、アルコ&ピースの平子と、トップリーダーの新妻でございます。お願いします。お願いします。まあ、残念ながらお二人は、ちょっと準決勝まで。僕は準々決勝で落ちてます。準々決勝ですか。はい、決勝に行くことはなかったので。そうですね。まあ、今回はでも、まあ有識者ということでね、ちょっとまあ一応ちょっとキングオブコントの話、お話を、そうですね、聞ければなと思いますけどもね。はい、どうなんですか、なんとなく下馬評みたいなもんでは。これ僕生でこのメンツ見たんですけども、一番受けてたのは GAG でしたね。ああそう。はい、2本とも受けてましたけど。 GAG またこれ決勝に上がるとまた変わりますからね、うん、雰囲気が。大吾さん、 GAG って何ですか？頑張って上げてゴー。前向き、気持ちいいね。肉団子、肉団子もうやめろし、セラシャ。肉団子って言われちゃって。肉団子。どうなの？最高。セラシャ笑わないから俺らは。取り消せよ。僕はね、うん、個人的にこのニャンコスターフリーのね、はいはいはい、僕ソニー時代にこの男女コンビなんですけど、うん、男の方とね、うん、ちょっと一緒にやってた時期があったんで。あ、そう。思い入れありますけどね。なるほど、それはすごい、ね。うん、これ即席みたいなやつなんですね。そうです、5ヶ月前ですね。いや、すっごい受けてました。あ、そう。多分テレビでもすごいハマる人はハマるんじゃないかな。ちょっと怖いです。あ、そう、はい、怖い。何が怖いんですか？いや、まんじゅう怖い的なこと。いや、そういうことじゃなくて、この前優勝しちゃうんじゃないかなっていう。なんで怖いんだよ。別に怖くはないだろ。まあ怖くはないですけどね。まあ、言葉のあやというか、その別に実際に本当に怖いって言われたんですけど、行っちゃったらすごいなと、行っちゃうかなっていう表現ですね。あとはでも結構でも常連組も多いじゃない。そうですよね。サラバモンもね、だいぶ出てますし。そうだね。この辺はどうなのわかんない。アンガールズが優勝したらまあね、もうなんか何も変わんないっていうか。まあまあ、そうですね。まあな、うん、いやでもさらば秋なかまいたちは仕上げてますからね。仕上げてる。何よ、体調。いや、
話の流れでわかるでしょ。コント。あ、コント。コントを仕上げてきてる。腕とかそういう。腕？いや、腕っていうか、なんていうの？そのコントの力量みたいなこと？なんでわかんないの？腕ってわかるでしょ。いや、専門用語ばっかり。いや、専門用語じゃないでしょ。キラジュ聞いてる人にもわかりやすく。いや、わかりますよ。腕って。いや、突然ニャンコスターが怖いですね、とか言われたらさ。なんか突然じゃないでしょ。キングオブコントの話してたんですから。はい、どうなんですかね。まあでも去年はライスですか。ライス、はい、あ、ジャンポケ準優勝。ジャンポケ、そうかそうか、はい、あ、そうですね、うん、実際どうなんですか。誰が優勝してほしいんですか。アンガールズ。アンガールズ、ああそうですか。何も変わらないし、広島広島でいいじゃないですか。カープとね、カープとお笑い界のその中堅連中の勢力図が変わらないから、何も変わらない。はい、新たなスターが出ずに終わるという。本当頑張ってほしい。出たって変わんないだろ別に。ライスが優勝したって別に何も変わんなかっただろ世の中。変わりましたよ。変わりましたよ。のもありますけどね。そうよ。夢がね。そうよ。ドーンっていうやつがね。なんか優勝して全員今のいるお笑いの先輩だしみんな殺してやる。それは怖いですね。玉持って。そこまでいったら怖いですね。そうなったら怖い。まあじゃあちょっとズバリ優勝予想聞いとこうか。まあ出ますから、はい、エンディングぐらいには、うん、僕ニャンコスターにしときます。ニャンコスター、はい、ニューマ。僕はジャングルポケット。それね、友達。いやいや、かあ、いや友達じゃない、友達でもないです。こうあんまり話したことないから分かんないけど吉本のジャングルポケット。わ、はい、かりました、はい、私はじゃあさらば青春の光。うわー、ずいぶん硬いのずるくないですか。有吉ゆきさんでね、どれ今夜の最後までお付き合いください。東京半蔵の JFN スタジオから生放送でございます。有吉ゆきサンデーナイトドリーマー。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップリーダーの新妻でございます。生放送でございます。メール募集しておきましょう。本日のテーマこちらです。これなら私も世界一。CS の、まあ、CS とか、ネットでやってる有吉ベースという番組で、平子が1分間でマム、お母さんですね、マムと言えた回数で世界記録を樹立いたしました。いや、もう昔の話なんで恥ずかしいです。何の謙遜だ、本当に恥ずかしいわ。でも本当なんだよな、はい、ギネスじゃないんだけど、ギネスは呼ぶのに金かかるからあれなんだけど、公式には一応登録はしていただいたということらしいですけども。僕も言いましたし、1分とは言わないですけど、ちょっとその垣間見せてもらえますか、はい、ちょっとものの10秒ぐらいでいいですか。ごめんなさい、ちょっとだけ整えさせてもらっていいですか。せっかく聞いていただくのに、お願いいたします。世界記録ですからね。世界記録ですから、はい、柄が見れる、なかなか難しいと思います。まあ、ほんの、まあ、10秒ぐらいでいいですか、はい、では僭越ながら、はい。まま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 今そこのもうこのガラス割れるんじゃないかな、ってなりましたね。場所は選びますね。いや、素人はどれぐらいのもんかっていうのをちょっとニーズをやってみよう。はいはい、いきます。まま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 まいろいろと送ってください。はい。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。チンポ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 
新妻も大丈夫か終電大丈夫ですよ、ね、そんな田舎に住んでないでしょいや田舎住んでるの、いやまだ8時過ぎですよ全然ありますよ終電、心配なんだよ、いや埼玉の方ですけど東京に近いじゃないですか終電はあるから行くのええよ、無理する、いや言います言います、終電なくなったら、面白い、メールを送ってくださった方には、いろいろとステッカーとかね、いろいろとグッズ差し上げておりますけども、また、大スポンサー若槻千夏社長からですね、勝手にオリジナルの T シャツが届きました。すごい、私のまあ似顔絵ですよね、うん、似顔、まあ後でツイッターかなんかで見せますけども、はい、妖怪母乳集めという文字とともに私の似顔が入った T シャツでございます、うん、M サイズ L サイズそれぞれ10枚ずつございますので20枚ですね、20枚、の T シャツを今日から徐々に皆さんにプレゼントしていきたいと思います。もうサイズは一切無視ですいやいやサイズ作ってんだから一応希望聞いてあげればいいのに、ね、一応ね、うん、まあ聞いても欲しい人はどうしてもという方は M か L かを送っといてもらえればと思いますからね、うん、あとやっぱりこうやって勝手にノベルティグッズ T シャツとか送りつけてくるんで若槻社長がいろいろ余ってるんでねグッズが年末にはい在庫処分しますので皆さんぜひですねお楽しみにということでございます。久々だな、でもな、平子も新妻も本当ですね、久しぶりか、そうですね、うん、それこそ有吉ベースとかでしか、ああまあそこでたまにはそうですね、まあ、な会えてなかったですね。もうどう平子はもうだいぶ忙しくなってとか、いやまあまあちょこちょこですけども、ああそう少しずつ、はい、少しまあ増えたりっていうのも、ああ見ない日はないみたいなほどじゃないよね。いやもうやっぱりそのネットとかもありますしね、うんうん、あとはラジオが多いんで、ああラジオやってそうだね、聞かない人はね分かんないかもしれないですけど、まあ、どれぐらい暴れる君よりは売れてないだろ。暴れる君より売れてないですね誰だろうな、誰なのかな、アキラはダメだな、アキラの方が売れてるな、アキラ 100% 今、はい、出てますもんね。ちょうどいい、ジャンポケの斎藤は、斎藤、いや売れてますよ、ジャンポケの斎藤以下さらば青春の光以上そうか、さらばよりは見るか、はい、あさらばよりは見るな、うん、そうです、ね、確かに、ね、まあまあだな、じゃあな、まあまあですかね、うん、新妻はうん、まあテレビは見ないもんな、うん、まあ見ない、まあ見ないよな、いやみんなちょテレビに出てないだけであって、まあいろいろ AKB さんのお仕事はいや見ない、見ない、うん、見ないですよね、確かに有吉さんは見ないと思いますけども、あの AKB のお仕事にたくさんいただいてます。あ AKB の仕事を言ってた、はい、じゃんけん大会の予備選を全部審判やったりとか、審判やってるじゃないですかいやね、じゃんけん大会の今もう芸人じゃなくてじゃんけん大会の審判やってらっしゃるんですか。芸人として呼ばれたんです、あの盛り上げてくれということで審判を、はい、どうやって盛り上げるのじゃんけん大会の審判なんて。いやもうあのぜひ、じゃあ俺と平子がじゃんけんするから、はい、いいです、じゃあ、はい、最初はちょっと待ってくださいね、はい、じゃあ拳突き合わせてくださいよ、はい、じゃあちょっと意気込みの方聞きましょうかじゃあひろこちゃん、はい、まあ本当後がないんで、うん、ここでちょっと結果出したいと思います。おお頑張ってよ、この前、はい、負けたからね、いや悔しいですね、悔しいよね、今日は絶対勝ちます、はい、行きましょう。さあいやちょっと待って、はい、さあ対するは有吉ちゃんです、はい頑張ってよ、はい頑張ります、うん、この前回負けてしまったから今回は行こう、絶対本戦に、はい頑張ります、うん、意気込みなんか聞かせてもらってもいい、絶対勝ちます、なんかもうちょっとなんかこうなんて言うんだろうなんかこうアイドルチックなこうひねったさ、ファンも見てるわけだから今頑張るぞい、もうちょっとひね、まあ、まあいいか、じゃあ行こう、じゃあ拳突き合わせてください、はい、じゃあ行きますよ、ドンドン、いやいやいや、おーって言ってください、はい、あおー、ドンドンドン、はいじゃんけんポン、はーいいい子ですね、いいよチョキだいぶだったねチョキで、はい、うん、よしもう一回行こう、はい、よドンドンドン、じゃんけんポン、ああパーでアイコだねえ、仲いいんじゃないの二人とも、よく一緒にご飯とか行くんでしょ。いやでも今日は関係ないです、はい、あ敵なんで、わ何あライバル意識してんじゃん、有吉ちゃんどう、絶対負けたくないです、うん、もうちょっとひねってなんて言うんだろうな、まあいいか行こう、
じゃあ、拳突き合わせて。いくよ、せーの、じゃんけんポン。ああ、グーだ、アイコだ。グーだ、アイコだね。いや、全然盛り上がんないじゃん。じゃんけん自体が盛り上がってないんだもん。お前が悪いんだもん。全然盛り上げない。掘り出そうとしても普通のことしか言わないからでしょ。いや、それでも盛り上げるから呼ばれてんだろう、うん、だって。いや、そうですけど。だあまりにも響かないんだもんだって。アイドルらしくひねったことって言ったらアイドルなんかひねったこと言わねえよ。そうよ。それを盛り上げんのがお前の仕事だろ。ね、でもひねって言ってくるのが AKB なんですよ。あんま聞いたことないけど、ひねってる。いや、平子っちゃんよかったよ。頑張ってたよ。なんか、掘り出そうって。なんで俺が悪いみたいになるんだよ。頑張りますしか言わなかったじゃないですか、だって。いや、緊張してるからじゃん、そこは。まあ、そう。集中してんだもん。でも掘り出そうと頑張るぞい出たじゃん。頑張るぞい出たところで。ゾイでしょ。いや、それうまくいじってくれないとさ、うん、こっちも頑張りがいないじゃん。そう思い切ってファンの皆さんに頑張るゾイやってんだから。いや、まあ頑張るゾイはやってくれたら嬉しいですけど、うん、そっちもプラスで来てくれないと。プラスで言ってるよ。いや、顔死んでましたもん。じゃんけんもなんかぬるいじゃんけんして。ぬるいじゃんけんなんで。ね、一人でちょっとやってみてくれよ、うん、え、やってみてくれよ。一人で一人二役っ子でじゃんけんも審判がやってみて、はい、よし、じゃあいきますよ。じゃあ、英子ちゃん、どうぞ、どうぞ。よろしくお願いしまーす。私ちょっとすごく緊張してるんですけど、今回頑張ります。お、絶対頑張ってよ。この前チョキで負けちゃったからね。じゃあ今年何出そうかな。お、いきなり作戦が出ておりますけども、対するは B 子ちゃん、どうですか。私、本当に本戦に出て、頑張ります。絶対頑張ってよ。センター絶対取れるからね。もう、そんなハードル上げないでくださいよ。ごめんごめんごめん。さあ、じゃあ行きますよ。じゃあ、拳つけ合わせてください。行きます。ドン、おードン、おードン、おーじゃんけんぽん。わあ、ビーコちゃんの勝利。ビーコちゃん勝ちましたよ。どうだった。ああ、まあ、泣いちゃってるよ。ほら、皆さん泣いちゃってますよ。ね、本戦頑張ってよ。で、英子ちゃんもね、残念ね。私、この子に託します。あ、偉いね。じゃあ、次のね、頑張ってくださいね。じゃあ、次の対戦いきましょう。そういうやつ、うちのお袋でもできるよ。はぁ、うちのお袋でもできる。はい、頑張ってね。はい、頑張って、じゃんけん、はい。うちのお袋でもできるよ、そんな仕事。はい、ビーコちゃん勝ったね、よかったね、って頑張ったね、って。そんな一人で やってる時に水飲まれてね。いや、だって、チャンスじゃん。邪魔しちゃいけん。助けてくれたっていいじゃない、そんな。いや、一人でやるんだから、しょうがないな。まあ、そうなんですけど。でも、まあ、こんな感じですよ、でも。犬飼ってる人みたいだった。ブリーダーさんみたいだった。ああ。なんか、ドッグランにいる人みたいだった。いや、でも、すごく盛り上がりました、予備選は。あ、そう。はい、僕のおかげで。じゃあ、まあ、まあ、まあ、じゃあ、仕事はやってるってことね。はい、やってます。そういう時は、ちゃんと、タクシー代出してもらってんのか、遠いけど。いや、そんな帰れるのか。じゃんけん大会の電車ですよ。帰りは電車です。タクシー代なんか出ないでしょ。じゃあもう9時には終わんのか、じゃんけん大会と。いや、9時でもまだ電車ありますよ。12時過ぎてもあるから。そんな田舎じゃない。奥さんに一言。いつも料理作ってくれてありがとう。子育て大変だと思うけどね、いつも僕頑張ってるんで、応援よろしくお願いします。うん、これゾフィーってさ、でもどうなんですか。これはフリーゾフィーなんですけど。ゾフィー知らない。でもね、名前はやっぱり届いてきますね。あ、そう。はい。うん、中のフリーが2組ってなかなかないですからね。珍しいよね。なかなか。もうなんならだってさらば青春の光だってあれ個人事務所だからフリーみたいなもんですよ。はい。そうするとフリーだらけだな。そうですね。ゾフィーでもありますよ。ある？あります。何が？いや、勉強しないね、全然。何回言われてんだよ。勉強しろよ。ありますよねって言うじゃん。いや、結構面白いネタ作ってるんで、審査員受けあると思います。あ、全然あります。審査員受けっていうのはダウンタウンさんとバナナマンさんとサマーさんのこと。まあそうですね。好き。審査員、その人たちのこと審査員って呼んでるの。いや、今回の審査員の、5人のお方たちにもハマるんじゃないかなっていう感じありますよ。ハマる？ハマるっていうか、なんていうんだろう、なんかツボに入るというか。なんかわかるでしょ。そんだけの大先輩たちがツボ入るからコント見て。すいません、そうですね。ちょっと言い過ぎました。はい、言葉が、はい、はい、間違え。一旦ブレイクします。すいません。Slay Night Dreamer Live on air。ヒーローイキ
な。さあ今夜メールテーマはね、これなら私も世界一ということでお待ちしておりますけどもまずはラジオネームタク吉村 FM 長野、平子さんの高速マムマムしびれました。マムでいけるんなら織田裕二の、ネバ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 も世界記録狙いませんかね、うん、お、ちょっとやってみます。いいですか。あ、これなかなか難しいもんですよ。あ、むずい。マムラがやっぱり。マム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 。早い。あ、だのやっぱり、うん、濁点が入る分、ちょっと口の形変わりますね。ちょぱ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 ちょダメです。なんでお前途中で今ダメダメダメって参加してきたの。いや参加してる、止めたんです。え、ちょっとちょっとちょっとって止めたんです。ダメ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 って言ってるわけじゃないです。速さ競ってなかったじゃん。ダメダメダメって言ったんです。レジェンブランカランカ福島 FM、 僕は1分間に笹かまぼこをいっぱい食べられるか選手権で1位になれると思います。ちなみに1分間に40はいけると思います。こういうこと言うやつ大体ダメだよ。大食い系はね、はい、なかなか難しいです。この前誰だっけな、番組でなんかわんこそば1回やってみたいんですよって俳優の子いてさ、全然食えない。やっぱすごいんだよな、大食いの人たちってね。酒井はまあ、酒井と俺はまあ結構大食い対決何回もやってんだけど、コロッケの大食いとか、どうやったら100ぐらいはいったかな。 100はいったかな。それでもやっぱ曽根ちゃんとかには勝てない、ギャル曽根ちゃんとかには。 100? コロッケ 100? 上の人を立てることでリアリティが増したね。曽根ちゃん入れてきたことによってね。ラジオネームトルティーヤ、自分の世界一はレジ打ちの速さ、マジでパートのババアより2倍ぐらい速いです。へー、まあ、いるよな、早い人。いますいます、うん、こっちがまだお金間に合わない感じの早い人いますもんね。あるな。なんかないの、得意な新妻なんか。平子は実際あできたからね、1個ね、マグってやつ、はい、ま、ぜ平子が世界チャンピオンになる前のチャンピオンは子供だった。そうですね。あ、そうなんですか。僕動画見ましたけど、まあ子供なんでね、あれなんですけど、ちょっと遅すぎるかなって思いましたね。はい、平子が300何回だよな。360ぐらいかな、ねらいね、はい、前, はだ前のチャンピオンは200いくらだもん、ね、全然違うの。子供のな、せっかくの名誉を取ってやるなよ、それ。自慢のタイトルだったのに。また抜いてもらえるの楽しみにします。うるさい。そうか、あとなんだろうね、何があんだろうな。何もないな。結構でも番組でいろいろやったけど難しいんだよな、うん、パンツの脱ぎ剥ぎの回数とかさ、落合にやらしたりとかさ、いろいろしたけど全然ダメだよ。平子のやつ奇跡的に隙間だったんだと思うけどな。うん、僕もやったことなかったんで、うん、まさかっていう感じでしたけど、でも本当にチャンスでそうやって人から与えられるもんなんだなって思いましたね。チャンピオンで語るなっつうんだよ。いや、まだまだもうペラペラなチャンピオンですよ。キングオブコントの前準々決勝で負けてんだから。威風堂々じゃないんだよ。曲いこうか。はい、ライムスターフューチャリングマバヌア、フューチャーイズボーン。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。今月のアシスタントはアルコ&ピース平子と、トップリーダーの新妻でございます、はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。まずはこちらのニュースから。パンダの赤ちゃんシャンシャンに決定。東京上野動物園で生まれたジャイアントパンダの名前がシャンシャンに決まりました。シャンシャン、
パンダの赤ちゃんの名前は一般からおよそ32万2000件が寄せられ、5161件の応募があったシャンシャンは8番目に多かったそうです、うん、シャンシャンは生後6ヶ月を迎える2017年12月頃一般にお披露目される見通しです。12月じゃ寒いだろうな、カーディガンでもプレゼントしてやろうかな。あ、かわいい。シャンシャンに？シャンシャンにだよ。そうなの、寒そうだけど。いや、切れますかね。シャンシャンカーディガン。切れるシャンシャンだったら、なんかルンルンが一番多かったっていう話だけどね。ルンルンが多いけど、なんかアメリカの動物園かなんかにルンルンももういるから、みたいな話でしたけど。ねえ。有吉さん、嬉しいニュースですよね。これは嬉しいね、シャンシャンだって。パンダ好きですもんね。かわいいね、ほんとに。よちよちと歩いてたね。ねえ。かわいい。シンシン、リーリー。うん、シンシンとリーディーの子供がシャンシャン。シャンシャン。かわいいしね。俺も子供もし生まれるような子だったらシャンシャンにしようかな。名前を。有吉シャンシャン。シャンシャン。ああ、いいですね。有吉シャンシャンちゃんって言われるんですね。そうよ。かわいい。病院とかでね。有吉シャンシャンちゃん。はーい。結構でかかったな。またこれはブームになるだろうな。ちょっとすごい混雑するから、うん、当分上野動物園だから見に行けないな。そうですね、どういう名前が良かった？シャンシャン以外だと、うん、もうこれ香り香りって書いてシャンシャンじゃないですか、うん、香り香りって書いて、うん、クンクンとかも可愛い。クンクンいいですね。あなたのお股をクンクン。ありがたいですね。ありがたい。水沼君、僕は光る光るって書いてコウコウってのどうですか？コウコウ、コウコウ、嫌だなぁ。え、なんでもっと聞いてよ。嫌いでしょ絶対僕のこと。コウコウよくないですか？光る光る、光る光る、なんか神々しすぎない？ちょっと可愛さがあんまりないから。そうですね、可愛らしさがね。いや、ルンルンが一番多いっていう感じ嫌だな。ああ、うん、僕もなんかちょっと嫌だな。ちょっと違うって感じするけどな。シャンシャンでよかった。シャンシャン感じだったんですか、ルンルンの感じは。どうしてんだろうな、ルンルン。まあでも何かしら感じ当ててんじゃない。流れるとかですか、ルン。ああ、それは楽しい楽しいとかだったら、なんかちょっとキラキラネームっぽいですね。そうですね。まあでもな、まあでもとりあえず元気に育ってくれればいいなと思いますし、ね、生まれること自体が難しい。そうですよね。いや、ほんと、あんなちっちゃいんだぜ、マジミミズみたいなのが生まれてくるんだよ、うん、そう。それがこれなんだ。まあピンクでね、人間もあれぐらいで埋めたら楽だろうにな。そうですね。女の子もな、うん、ポンっつっても、うん、あのちょっと何、宿便みたいな感じで、あっこれ生まれたよって手のひら乗せてさ、はいっつって、ね、楽だろうけどな。ちょっとでもありがたみなくないですか、ね、その一生懸命産んだんですよっていう、うん、ありがたみやっぱ出るんじゃないですか、大きい方が。いや、そんなことないけどね。だって命は命だから、ね、まあまあそうですけど、女の人が苦しまない方が俺は嬉しいけどね。でもまあ苦しんでる、あんだけ苦しんでるから可愛いってこと？いや、そういうことじゃなくて、そのありがたみというか。ポンと埋めた方がよくない？少子化問題ももっと解決すると思う。うん。大変なことだからっていうところでね、ブレーキかかっちゃってるケースもあるし。ポンって出たらいい。ポンって言い方もある。体力的なところもね、楽になりますね、だいぶ。高齢出産なんかももっともっと楽になると思うよ。まあでも。絶対そっちの方がいいと思うけどな。僕もやっぱり間近で見てたんで、大変さっていうのはあれがもうね、有吉さんの案がもしね実現化されれば一番いいなと思いますね。命を苦しいからいいんじゃないですかみたいな言い方あんまり好きじゃない。男側の都合のいい意見です。本当に本当そうです。命の大切さというか、この出てくることの大変さ、この命を産むことの大変さっていうのをね、小さかったらあんまり分かんないんじゃないかなと思う。男側の意見だな。本当ですね、寂しいですねこれは。ブスだな本当に。ブスではないわ。引き続きニュースを。はい、続いてはこのニュースです。電気を盗んで逮捕。福島県のいわき中央署が自宅アパートに電気配線をつないで電気1キロワット時18円相当を盗んだとしていわき市の無職の男性を逮捕しました。
容疑者は電気料金を滞納し、今年5月中旬に電気を止められていましたが、ゲームをしたりテレビを見たかったと配電盤を開けて電線をつなぎ直していたそうです。東北電力のメーター検診で発覚、再三警告をしたが改善が見られず逮捕、うん、電気料金およそ3万3000円相当が不正に使われていたそうです。これはもう平子にとってはオラが村のニュースだな。恥ずかしいですね。恥ずかしいことですよ。いわき市出身者として。あ、なるほど、はい、あ、いわきの人間はみんなこんなやつだと思われちゃうな。もう本当そうです。確かに思う、うん、こんなに本当にもう牧歌的で温かい地域なんですけどね、うん、そうだな。こういう人が一人出るとそう思われますよね。時折これはもう平子のことそう見てます。悲しいね。だから僕がここから頑張って、うん、いわきのこのイメージを、そう、ね、この電気泥棒のイメージになってしまったこの感じを払拭していかなきゃいけない、うん、そういうことです、うんうんうん、これはまた倍、この倍の時間かかるからね。でしょうね。信頼を取り戻すのは、取り戻すってのは本当大変ですからね、はい、失うのってほんと一瞬ですわ。そうだな、はい、これはもうだからそれは平子が頑張るっていう気持ちは伝わったけど、うん、もう本当に電気泥棒としか見てない、うんうん、はい、今は本当電気泥棒として見てください。いいの、今はもう仕方がない。しょうがない、しょうがない、地元のやつがこういうことを犯してしまったわけだから、うんうんうん、これは責任問題ですね、うん、塗り替えるしかない。そうです、はい、うん、我々みんなの責任です。もしこれ払拭できたら俺の撮る映画に出してやるな。なんとか頑張っていきたいと思います。あれ、すいません、チャンスいただいてありがとうございます。いやいや、それはちょっと頑張るからな。はい、すいません。はい、新妻は出さない。なんで。ちょっと待って、映画撮るの。家が遠い。その前に家が遠いから。いや、家が遠いからって毎回毎回タクシー代旗を余裕ないから。いやいや、それは電車で行きますよ。僕電車でちゃんとその映画は。映画撮るの。え、映画撮るんですか。もちろんです。え、いや、ぜひ出してくださいよ、それ。それは無理。え、なんで。家家遠いから。コント芝居しかできない。いやいやいや、何コント芝居しかできないからって。審判が忙しい。いや、審判は忙しくないですよ。年一の仕事。呼んでくださいよ、僕も映画。続いてニュース。はい、続いてはこちらのニュースです。ハワイまで30分に。え、すごい。東京とハワイを30分で結ぶという宇宙船計画が発表されました。宇宙船。アメリカ企業スペース X の計画では、最高時速2万7000キロの宇宙船で東京とホノルルを30分、ロサンゼルスまでは32分で結ぶなど、主要都市を1時間以内でつなぐそうです。2022年以降の運用を目指すということで、イーロン・マスク CEO は料金は旅客機のエコノミークラス並みにすると述べているそうです。これ、うん、スペース X っていう会社の名前なんかもう AV メーカーみたいな。確かにそうですね。そうですね。ちょっとうさんくささありますね。岩木光一さんの宇宙の話ももうなしになってもな。 あれ、そうだ、いつの間にかなかった。やっぱ相当難しいんじゃない。あれだから2022年でいける。もうすぐですよ。すぐですよ。 4,5 年後ですもんね。無理でしょう。だって新妻がこっから家に帰るのにだって3時間かかるって。かかんないって。1時間半無理だと思う。ハワイまで30分って、うん、これがね、実用化されたら新妻もすぐに、うん、すぐだ。いやいや、さすがに。いや、新座市までこれ乗って帰るでしょ。東京新座市の新座市に新宿あたりでできればね。本当だよ。バスあたりだよね。これハワイまで30分ってすごいな。でもなんか結局時間じゃなくて距離で疲れるっていうね、人間ね、うん、動いた距離でね。あ、なるほど。じゃあ同じかもしれない。疲れはだから相当だと思います。めちゃめちゃ G がすごいでしょ。そうでしょうね。この速さってどうなるんですかね、体的に。どうだろう、やってみるか。ちょっとじゃあやってみましょうか。チチフー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 3、 本当に三木亮介さんなんですね。1、 ふぉー。
どうですか。どうですか。想像以上に早かったですけど、やっぱりこう体力の面ではやはり疲労感は感じますね。感じます。はい。G はどうでした。あの想像以上でした。想像以上でした。新妻さん。いや思った以上にやっぱ来ますね、風の方がね。風は来ないでしょ、 G ですから。もうふーっておっしゃってたんで、なんか風が来てる感じがした。いや、風は感じました、でも。ミキさんの、すごい風は。こんな、風感じないから。記者、機内だから。うん。なんで、ミキさんが後ろにくくりつけられてるイメージでよかったんですよね。そうですよね。どうでしたってマイク向けてたから、ミキさんが。降りてからだったんですね。紐を切ってもらった後の話ですよね。コントの理解力ないじゃん。それは落ちるよ。そんな、ミキ涼介いきなり出てきて来られて、よく順応できたね、それ。街の賢者。はい。ブルーシーター、ワンカッパー、ダンボーラーであるあなたが街の賢者となって世直し。いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。まさか三木亮介さんだと思わなかった。いや、思わなかった、ね。想像をちょっとそうです。覆されましたね。びっくりしました。ラジオネーム三平。八頭身美女から八頭身おばさんに進化をした水木ありさ氏が、水木ありさ氏って言うの？水木ありさ氏が、自身のインスタグラムで、安室奈美恵の引退について書き散らし、プチ炎上して、速攻削除してました。奈美恵ちゃんは私に憧れてくれて、同じ事務所に所属し、私の背中を追いかけてくれました。私が黒髪だったから、奈美恵ちゃんは茶髪にしてデビューした。私のライブや舞台は必ず見に来てくれた。奈美恵ちゃんが同じ事務所にいたから、私は歌も女優もトークもマルチで頑張ろうと思えた。自分で言うなよ。安室ちゃんが語って初めて価値が出るエピソードだろ。私に憧れてくれてなんて変な日本語ないんだよ。オリックス時代のイチロー選手をな、語りまくるパンチ佐藤じゃねえんだからな。台風みてえな先輩風増やせてドヤ、先輩風吹かせてドヤ顔するな。後藤新おばさんの松下ゆき先輩にチクるぞ。すごいな。あ、本当に書いてたんですね、すその。で、削除してるって。いやー、そうですね。これがちょっと。奈美恵ちゃんは私に憧れてくれた。すごい。すごいな、これは。なかなか。冗談っぽいけどな、冗談じゃないんだもんな。まあ、そうでしょうね。そういえば、あの、女芸人の、はいはい、お笑いの大会、大会、はいはい、W だっけ、はいはいはい。花子師匠参戦とかさ。え、ね、みたいですね。もう、だから、あれは賞レースじゃないんだ。じゃないですよね。賞レースじゃないね。はいはいはい。違いますね。うん。イベント、大きなイベント。イベントだったからね。笑っちゃったよ。花子師匠参戦って出て、うん、そうかそうか、これ賞レースかなと思って見てたから、なんかいろいろ賛否両論いろいろあったんだろうけど、もうそれはイベントだなっていう、ユニット的なものもいい、ね、そういうことですよね。あ、フェスね、フェス、フェスです、うん、はい、ラジオネーム獅子肉食べますか。北野武監督最新作アウトレイジ最終章の記者会見で白龍さんがこんなことを言っていました。白龍です、どうも。会場はシーン、恐怖で水を打ったように静まる。そんな。28年前に北野監督とその男共謀につきをやらせていただきました。あれからもう28年経つんですね。あの映画のイメージで飲み屋に行ったら、あ、殺し屋が来たとか言われましたけどね。会場、お前そのイメージでしか映画出てないだろうというツッコミをぐっとこらえ、白龍さんを不機嫌にさせまいと必死に愛想笑いを浮かべる。でもある時北野監督がね、ベネチアであの金獅子賞を取られて、そのパーティーの後ですね、北野組やってきてよかったねとおっしゃってくれたんですよ。白龍さん突然男泣き、感情のあまりの高低差に会場ピリッとした緊張感に包まれる。あ、すごく嬉しかったです。で、このビヨンドの最終章にも出していただき感動してます。どうも
白龍さん照れ笑いしながら着席。会場、白龍さんから解放された安堵で割れんばかりの拍手。おい、白龍さん、僭越ながら言わせていただきます。白龍さんのご出演になった映画はビヨンドではなくアウトレイジです。アウトレイジ最終章が白龍さんのご出演なさった映画の名前です。ちょっとはカタカナぐらい覚えられるようになってから映画に出てください。俺はこれから闇医者で顔を整形しコンコルドとスイスに亡命します。音速のコンコルドなら白龍さんも追いつけることはないでしょう。とりあえず今からサウナに行って嫌な汗流してきます。恐れるな、優しいから。めちゃめちゃ面白い。、ラジオネームゴモラ。アニメ監督のタツキの野郎が人気アニメ「獣フレンズ」第2期の制作から外れることをツイッターで発表し、騒動となっています。おい、タツキ監督、わしは50歳で無職だし、歯は焼酎で溶けちまって髪もねえけど、でっけえいぼじだけは持ってる。それのたかしはどっかで拾ってきたババアのパンティーを口に加えて毎日10キロランニングしてる。隣町ののりおは人参をアナルにぶち込んで土の中に潜み、ケツだけ出して今日も農家さんに収穫してもらおうと頑張ってる。どうだ監督、一丁わしらで獣フレンズ第2弾作ってくれねえか。日本の映画業界革命を起こす。すげえな。本当に獣じゃねえ。その獣フレンズ。化け物ね。化け物フレンズ。とくすげえ。パン。やばいね。ねえ、ラジオネームレインメーカー。人生の成功者こと鈴木福さんがバスツアー第2弾を行うそうで日程発表されてました。朝7時半東京駅出発、11時半お寺で福くんと一緒に座禅体験、昼1時半福くんと一緒にランチ、ベンチアートを囲んでのツーショット、3時半福くんと一緒にパワースポットへ、夜8時東京駅到着後解散。お値段は福だけにお一人税込み29,000円。高い。近所のスーパーですき焼きのタレが300本買えるじゃん。稲村亜美のポスター見てデレデレしながらすき焼きのタレまぶしたご飯胃袋に流し込む。これでいいんだ俺は。知らないよ。以上です。Day Night Dreamer Live On Air。さあ、リュウセクサンデーナイトドリーム、あっという間1時間経過、近づいてまいりました。ラジオネームとどまらない、FM 岩手。有吉さん、私も有吉監督の映画出演お願いしたく思います。ちなみに私は岩手に住んでおりますので、新幹線の終電は20時20分です。水場さんより少し遅いので撮影に長く参加できると思います。いやいや、新幹線で。ラジオにゲスの極み福くん、FM 岩手。有吉さん、僕も新座市民です。あ、おい、新妻、早く帰ってこい。9時過ぎると電車ないぞ。あるわ、あるわ、電車。だって新座市民言ってる。嘘でしょ、それ。どこの新座それ。やばい、ギリだろ。いや、ありますよ、全部。12時過ぎてもあるから。キングオブコントがね、どうなったかちょっと気になる。今日はお笑い好きの人はそっち見てるだろうからね。これ聞いてないんだと思うけどね、今日はあんまり。聞きながらチェックはしてるんじゃないですか。ツイッター見たりしながら、うん、ちょっとこれでも優勝予想もしましたからね、はい、ちょっと楽しみでやってますけどね。皆さん、まあ、教えてくださいね。だからリスナーの皆さんちょっと教えていただかないと。このスタジオにテレビがなくなったんですよ、なんか。確かに、はいはいはい。前はもうキングオブコントだとかね、賞レースの時はもうそればっかり、それを見ながらやってましたけど、見ながらやってんじゃねえよ。なくなりましたが、ぜひ教えていただきたい、正確な情報をお願いします。はい、楽しみにしてます。まあ一部の地域の方、この時間でお別れでございますけども、今月はだから、平子ちゃん、はい、誰でしたっけ、新妻です。新妻さんですね。新妻です。やっておりますので、はいはい、
メールの方もいろいろと送ってきてください。お願いします、有吉弘行監督最新作もね、ちょっとそろそろ公開近づいてまいりましたね。うん、楽しみですね。僕もちょっと間に合いたいと思います、はい、いわきの電気泥棒のイメージを払拭できる。そうですね、はい、ちょっと今頑張って撮影会長撮ってるんですね今ということで、一部の地域の方、この時間のお別れです。お相手は有吉弘行とアルコ&ピース平子とトップレーダーの新妻でした。聞ける方引き続き。2017年10月1日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞き皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップリーダーの新妻でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしてます、サンデーナイトドリーマーでございますけども、はい、キングオブコント情報、ラジオネーム長崎ちんぽん FM 栃木、キングオブコント情報。キングオブコントは5組目終わり、1位かまいたち、2位ジャングルポケット、3位アンガールズ、4位わらふじなるお、5位パーパーとなっております。お貸しします。まだじゃあ3、まだ全然だね、半分だ ね、 そうですね、約半分ですか。あと平子さっき言ってたけど、あれか、はい、9時から東京の方だとテレビ東京で、はい、アウトレイジ、アウトレイジがありますから、まあどっち見てんだろうね。うーん、ね、大河ドラマは終わったか、終わったか。大河ドラマまだやってんの、あれ、なんだ、やってます。ナオトラ、ナオトラ、うん、はい、あ、やってますね。尾崎ナオトラだっけ、なんだっけ、いや違います、いいナオトラ、いいナオトラ尾崎ジャンボジェットジョーののもう一人じゃない、尾崎正史と尾崎立夫と尾崎直虎だろ。タイガでしょタイガのタイガなんでしょ、ゴルフの話じゃない。あとはね、アウトレイジ見た、俺あんまりちゃんと見てなくてさ。映画館で見ました。あ、そう、はい、僕は全く見てないです、ね、見てないの、はい、あんま映画見ないの、お前の。いや見ますけど、アウトレイジは見ない、見てないですよね。アウトレイジの、ね、名台詞ってなんだっけ、一個ぐらい知らない、木村帰ろうそれ木村なんかもっとなんか芸人はこれ、まあモノマネするときに、うん、ですよね、なめてねえよバカ野郎、あ、木村帰ろう、あれは、あれは違うよ、はい、ファッキンジャンプぐらいわかるよ。それはブラザー、ブラザー、それブラザー、それブラザーです。ああ、はい、僕それもわかんないな、なんかそれか、木村帰ろう、加瀬亮、あ、カセリオ、ふざけんじゃねえぞこの野郎、結構見てるね。スーさん、スーさんもう帰ろう、スーさんじゃない、スーさんじゃない、釣りでしょそれ、言っちゃったの、それ釣りです、釣れなかった時でしょそんなシーンありました。東北自動車道 FM 栃木、有吉弘行初監督作品はどんなジャンルの作品ですか。うん、これはもうちょっと恥ずかしいけどな、聞きたいんじゃないですか、みんな。これもう青春もの、あ、撮ってんの大丈夫、東北自動車道 F の途中、有吉弘行監督作品の主演は誰ですか。あ、これはもう新人、ほう、これも新人です、誰も知らない、もうそう、今、あの、今から発掘しに行かなきゃいけない、六本木に今から一般の方ってことですかね。もちろんです、もちろんです。撮影中なんですよね今。そうです、そうです、あの風景とか、風景撮ってます、風景から撮ってます風景から撮りに行ってるんですか。でも黒沢監督もね、風景っていうか、その空だったり海だったりのこだわりが強かったって伺いますね。絵コンって書くの大変。そっか、絵コンってから書いてるんですか。毎日絵コンって書いてる。あ、毎日、うん、はあ、設計図だからね、絵コンテっていうのは。うーん、え、今撮影中なんですよね今から、今絵コンテ撮影したりとか、うん、うん、六本木で主演の方を探す、六本木で主演の人探してます、今ちょっと友達と一緒に探してます。あ自主制作まあだから今までは本当に撮りたくないなんか DVD 作品とかも撮らされたりしてきたから、撮ったんですよ、ついに映画はしっかり撮っていきたいなと思いますよ。六本木
っていうのなんか理由があるんですか、六本木から探すっていうのは。まあまあでもそれはまあその作品にあったそこでちょっとやんちゃしてるような子を探したいんですよ。はい、やんちゃ でも青春っていうテーマがね、お芝居的なものは大丈夫なんですか、その六本木の街から探すとおっしゃってたんですけども、うん、そのお芝居的なもの絶対大丈夫です。芝居なんて感性だから、うんうん、本当に感性だから、うんうん、そら舞台でね、はい、東京芸術劇場でいい芝居やりましょうなんて言うんだったら難しいよ、うん、それはなかなか、うんうん、はいはい、そういうお芝居はなかなか難しいけど、うん、映画はそうじゃないから、うん、もう、うん、フレッシュさとかさ、うん、こう体の中からにじみ出てくる何かがあればいいの、それもセリフの上手い下手なんて関係ないから、小器用になりすぎだよ新妻なんて。先生好きですって言ってみな。先生好きです。いやそれは全然や、もう。え、でも気持ちは込めたつもりだったんですけど、それもう病院に聞こえたよ今。病院どういうこと。あ、先生ってそのお医者さん、うん、青春感ゼロだったよ。え、病院に聞こえました。ん、聞こえたよ。ちょっと、いいですか、お手本、お手本、はい、監督よ、俺。ちょっと僕も見てほしいんですけども、ね、あの、まあ、いわき、さっき出てきましたけども、ちょっと、そのイメージを払拭するなら、そのやっぱりその奥に言葉で。そうか。はい。いや、難しいよ、今。俺、病院に、はい。あれされたんです。よーい、ローリン。ローリン先生、好きです。光るものはあるね。嘘でしょ。嘘でしょ。主役じゃないけどね。だけど役を与えてみようとは思ったね、今。タイルマンの役、タイルマン。タイルマン。おかしいよ。何の映画なんだよ。実写版筋肉マン撮るわけじゃないからね。何の映画なんだ。実写版筋肉マン最高に面白くないだろうか。まあだからそういうことですよ。いや、タイルマンは大抜擢ですよ。大抜擢。タイルマン役の平子です。結構難しいでも監督が本当に現場の雰囲気良くしてくれて楽しく臨めました。ありがとうございます。青春映画なんですね。ミートマン役の広瀬すずです。絶対面白くないよ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. ごめん、ミートマン、ちょっとミートくんでしたね。ミートくん役の広瀬すずです。はい。ね。あとどうかね、誰がいいかね。あとはなんだろう、まあ、カレークックとか。カレークック。ラーメンマンは、誰だろうね。そうだ。難しいな、まあ、目細めな感じの筋肉ムキムキなラーメンマン。はい、ラーメンマン誰がいい。ラーメンマン誰だろうな。これはちょっとみんなにも相談したいよ。そうですね。武井壮とかどうですか。ラーメンマン全然ダメ。でも山崎賢人君とかじゃないですか結局は。山崎賢人君あんな顔してたっけな。イケメンからいきます。まあでもいいか、一人ぐらい。じゃあ山崎賢人君入れとくか、うん、ジョジョの主人公やった方が山崎賢人君、ね、そうですね。多いですね、やっぱ実写化されると。バッファローマンは、バッファローマンとか結構大事だからね。そうですね、バッファローマン。あの髪型してる人いる。室強しさん。室強しさん。いや、なんか、あ、いいね、室強しさんでいいね。演じきりそうだな。絶対面白くないでしょ。ムロさんがやんの。広瀬すずミートくんで、うん、筋肉マンはもうあれでいいね。筋肉で中山筋肉。いや、ブレブレでしょそれ。ブレブレですよ。主役ですよ。だったらもっとイケメンの人にしましょうよ。ジャニーズ使うとか。ウォーズマン、ウォーズマン、ウォーズマン、スマン。ゴージャスじゃ無理だろ。ゴージャスとか。いや、ブレブレだったらでも、うん、新しい解釈としたら、まあ、あの感じの顔いる。ミツバングローブでいいかじゃあ。いや、ブレ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 。バラエティー。一本筋通しましょうよ。どういう。あ、じゃあ、あの、委員長、じゃあ、梅宮さん。
いや、そこはナイスキャスティングじゃないですか。いや見てみたいですよ。ロビン、あ、ロビンマスク。ロビンマスクは結構大事よ。うん、平子はタイルマン。僕タイルマンですからね。これハマり役だと思う。ハマり役だと思う。タイルマン。そうですね。うん、いや難しいな、みんなな。ロビンマスクだからやっぱり2枚目がいいからな。草刈り。うん、マサオさん、いや、いや2枚目ですけど、ロビンマスクです。ああ、いや、でもいい。大丈夫ですか？紳士の感じがするな。結構年齢いってますけど。イギリスですもんね。イギリスの超人だから。いや、ちょっと、もうちょっと若めでいった。出されたらもう出せないな。そうだろ、うん、そうなの、草刈さんで、やっぱり。ロビンは。だって、ミート君が広瀬すずちゃんですよね。で、ロビンマスクが草刈正雄なんですよね。うん、ちょっとなんかブレな感じはするんですけどね、僕は。そう、はい、難しい。じゃあ誰がいいの？じゃあ言ってよ。じゃあキャスティング全部発表してよ。いや、筋肉マン。筋肉マンですか？筋肉マンは、あの、やっぱイケメンですね。イケメンがいいの？福士蒼太くん。数字を取るならば。お前は。全然そんなの。ガリガリじゃん。いや、意外と筋肉あるんじゃないですか。いや、細マッチョでしょ、うん、絶対筋肉の方がいいって。いや、もう筋肉メインでもう考えてる。昔のファンが怒るよ、本当に。本当です、うん。ユーモアがないといけないから。まあ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 、まあ、絶対的に。そうですね。うん、あれミート君もあの、髪型するんですよね。髪型っていうか、髪型っていうかあれなんですけど。マスクね、そうみたいな。広瀬すずちゃん。うん、広瀬すずちゃんどう、うん、それは僕いいと思います。そう、はい、いいだろ、ほら。いいと思いますけど。何文句ばっかり言って。ロビンはじゃあ、ロビンマスクは誰ですかね、うん、加賀武さんでもいいよ。いやいや、と年齢いっちゃってんだよな。目鼻立ちくっきりのおじさんがやっぱりいいんですね。彫り、うん、の深い。こんなんいきます。上がる、私有吉のテンションを上げてくれるようなメールお待ちしております。ラジオにパンチドランカー斉藤。パソコンのエロ動画を調べるのが世界一早い俺に、美人上司の鈴木杏樹さんが声をかけてきて、君みたいな変態がきっと iPhone とか作るんだよねって言われたい。うーん、あー、いいですね。だからね、しゃくれーですね、これはね。しゃくれーです。しゃくれてはいないですけどね。しゃくれてはいないです。ラジオネーム豆腐小僧。泉里香ちゃんのブラジャーに炊きたてのご飯を盛り付けて食べたいです。美味しそうです。美味しそうです。上がるですからね。ラジオネーム田中誠志郎。マリックの娘ルナの鼻チェーンの片方を俺の鼻につないで、そのままセンター街を練り歩き、渋谷の若者たちの間で牛男という渋谷に出現するユーマとして噂になり、新たな都市伝説作りたい。全然上がらないよ、こんなの。全然よ。ルナちゃんの鼻チェーンの片方を鼻に繋ぐっていうところでもうゲボ吐く。ゲボは吐かないでしょ。渋谷また怖くなったなってなりますね。本当だよな。ラジオネームエスロ。カープ女子で勃起しようと思い、マツダスタジアムで野球観戦に行くも、エルドレッド選手のファールボールが頭を直撃して、広島の地で息を引き取り、マツダスタジアムの守り神として、カープファンに一生愛される。上がらないじゃん、こんなの。分かってんのかな？意味分かってんのかな？こいつら上がるっていう。ラジオラッパーザキバチョフ。俺のチンコ見てやついねえがーと言いながら鬼の仮面をかぶって練り歩くチンハゲを秋田県でやっていたら、秋田家長が現れて、おめえそんなチンコ見せてえのか、だったらオラが見てやるから脱いでみろって言ってきたので、ズボンを脱いだら秋田家長が俺のチンコを見て、へえ、信じられない、信じられないほど皮かぶってる、く
臭いし小さいし恐ろしい化け物包茎チンコだと腰を抜かして震えながらションベン漏らしてほしい。絶対どういうことだもんな。テンション上がるってことだけどな。それを見てね、うん、あんま分かってないのかな。ちょっと理解されてない感じがありますね。あんまギャル語とか使わないのかな、うん、ラジオネーム学ぶ。有村架純ちゃんに自分の欠点を長所に変えなよねと言われ、包茎チンポの皮を使った軟禁玉すだれを持ち芸として一世風靡した俺。今日は晴れの舞台、最前列には有村架純ちゃんが見に来てくれている。さては玉金かわすだれ。ちょいと伸ばせば、ちょいと伸ばせば、スカイツリーにもさも似たり。さては玉金かわすだれ。ちょいと伸ばせば、ちょいと伸ばせば、しだれ柳にさも似たり。どうやってと、包茎チンポを思いっきり伸ばして、最前列の有村架純ちゃんの目元まで届け、架純ちゃんの柔らかな指先で、そっとタッチしてもらいたいな。苦労してるですからこれは。ほんじゃあげよう。なんだよ、カマキンかわすなんですよ。幼稚だわ。ラジオネームエスロ。体型維持のために全裸で腕立て伏せならぬ、自分のチンコで体を支えるチン立て伏せのトレーニングで汗を流していると、通りすがりの沢尻エリカに、おいチンコに砂付いてるぞと言われ、汗拭きシートでチンコを拭いてもらい、沢尻さん優しいですねと言うも、汗拭きシートのスースーする感じがチンコに染みてきて、エリカ様の真の目的を察し、騙されたと痛がってる様子をエリカ様に大爆笑しながら見られて、あ、まあまあ、あ、近いですね。これこんなもんにしてる。いいですね。またちょっと上がるやつ送ってくださいよ、早く。本当に確かに。何言ってんのが多いですか。日記、皆さんの日記読んでます。ラジオネームバラマンディ。今日はスマホを修理に出すために携帯ショップへ行った。店員にスマホを渡したら、お客様、こちらは段ボールですと言われた。これが情報化社会か。バカだな。いいですね。惨めだよ。味があるお話でしたね。どこ？パン。新妻はあれ携帯持ってんの？いや持ってますよ。スマホ持ってますよ、スマホ。こんな時代遅れの。こち亀で言うところの大原部長みたいなもんでな。なんかもう家の周り恐竜とか住んでる。いや、そんな田舎じゃないですよ。新座市でしょ。新座市。新座市の名物何？人参です。いいとこだな。いや、いいですよ。田んぼで人参育ててるんですよ。新座人参。はい。ラジオに千本ノック。琵琶湖で釣りをしていたらナマズが釣れた。早速全裸になってアナルにぶち込んでみようと思ったが、触ったらヌメヌメするし、なんか臭かったから諦めて放流した。琵琶湖の水って汚いんだなと思った。あと帰り職質された。死にたい。死ぬなよ。歯ぐきポイズン。鬱陶しかったからチンゲハサミで、ごめんなさい。鬱陶しかったからチンゲをハサミでジャキジャキ切った。チンコ大きく見える。嬉しい。いや、わかりますけどね。ハイパーにするとな、そう。大きく見える。わからないんだよな。ラジオネーム三平。かなり暇だったので、メトロノームの針に糸を結び、その糸の先端をチンチンに縛り付けて、うん、自動的にチンチンが引っ張られるシステムを開発した。
もう飽きたけど結構遊べた。飽きるだろうね。そんな気持ちよさそうじゃない。そうですね。以上。さあ、東京ハンズの JFN スタジオから生放送でお届けしております。バッファローマンやっぱり博士太郎の方がよくない？ああ、ね、あそっか、うん、だったらそっちの方がいいと思うんですけど、うん、ムロさん、ムロさん、ムロさんを素直は好きだろ。いやムロさんじゃないですか。ラジオのチェコの大砲、まあ、ネプチューンマンは豊川悦司さん、ね、いいね、確かに。いや渋すぎるんだ。バラクーダになった時の感じが合うわ、うん、豊川悦司さん、確かに体型もいいですね。いいね、うん、ああいいですね、なかなか。いい、ちょっと聞いてみよう。ネプチューンマン役なんですか。、ラジオネームお皿が乾くの3時間 FM 群馬、平子さん、はい、みちょぱのチョパ世界一いけますか。チョパか、ちょっと試させてください、はい。チョパ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 チョ変わっちゃうな。ちょっと古い漫才みたいになっちゃう。いつかポチョ変わっちゃったよってなっちゃう。いやポチョに変わってないから。え、ちょっとやってみ。チョパ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 チンポ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 って言ってるからダメですって言ってるだけです。チンポ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 チダメよダメよダメよダメ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 ラーメン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 ダメダメラーメンダメダメラーメンダメラーメンダメダメラーメンダメラーメン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 ダメダメラーメンダメラーメンダメダメラーメンラーメンになってるよ。なってないでしょ。やってみろもう一回。ダメでしょ。ダメ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 ラーメンダメラーメンラーメンなってんじゃねえかよ。全然面白くないよ。味だから。すごいもう味。全然面白くない。待ってましただから。何歳の漫才師なんすよ。なってるよって言ってたけど。設定は何歳の漫才師なんすよ。なってるじゃないかよ。支持報酬。それぐらいの年の方だから。相当言ってますね。これなら私も世界一ということで送ってもらってます。ラジオのベイブマ、ベイプマ、福島 FM。私の世界一ですか。柔道金メダリスト鈴木啓司が自分の入っていたサウナに後から入ってきたのですが、私の方が我慢できました。ああ、嬉しいだろうな。ラジオシドジェットキル FM 宮崎。へその綺麗さ世界一です。普通の人のへそは入り口がキュッとなっててゴミが溜まりやすく匂いの原因になりますね、うん、私はそのへその入り口が大きく開いており、へその底が見えているため常に清潔。銭湯とかに行って他人のへそを見ても私みたいなタイプはあまりお見かけしないので結構レアなのかもしれません。あ、難しいな。曲いこうか。はい、Perfume でエブリデイ。
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。今はなんかキングオブコントは、はい、って言えないけど、あのPスターが1位です。もう一組しか出てない。言えますね。もうニャンコスターしか。Pスターが今1位ですね。そんなにエッチな言葉でしたかね。ニャンニャン。女性キスターですよね。ニャンニャンの方で。ああなるほどね。ニャンニャンってですかね。楽しみですね。ねえ。すごいな。すごいね。すごい。これがでも賞レースのね、なんか夢あるところですからね。面白いですよね。そうだな。これ優勝あるんじゃないですか。いや、こっちが予想して。バリバリバイトしてると思うよ。そんなんでしょ、だって。本当に。で、優勝したらもう1000万。すごいな、それは夢がある。すごいです。フリーですからね、しかも。そう。もうゼロからの、ワンっていく感じね。フリーザの。フリーですからねって言ったんです。なんで今フリーザの話ですか。流れでわかるでしょ。フリーですからねって言ったんです。厳しいな、お前。いや、厳しい。電車やばいから。いや、ある、全然ある。9時半でしょ、まだ。全然あります。どうする、優勝したいの、優勝したいって思いあんの、まだ。もうそろそろないんじゃない、お前ら。僕はもう出たくないです。そうだよな。僕ね、もうね、本当は2年ぐらい前から気づいてたんですけど、うん、ネタやるじゃないですか。うん、もうトレンドじゃないんですよ。そうよ。古いんですよ。そうよ、そうよ。僕らのネタ。そう。ちょっとなんか、こましゃくれた、なんかちょっと工夫しちゃうでしょ。そう。あれね、もう誰も笑わないです、今。うん。恥かいて帰ってくるんだから。そんなことないよ。あの、王道の方の人はな、うん、年取ってもこう、ずっとどんどん味が出てくるけど。そう。なかなかな。いつまでやってんの、それ、まだトレンドだと思ってんのみたいな顔されて、恥かいて帰るだけですよ。そうだよ。だからもう出なくていいのよ、別に。うん。今、大変よ、みんな。ずっと、そればっかりになっちゃうから、かかりっきりで。まあいいけど、それでも。まあ、そうですけど。もう息切れもきついですわ、僕は。そうだろ、はい、その代わりもう、我がは優勝しよいや、あれ、勘弁してもらえませんかね、なんか。ずーっとどっぷりと優勝って出てくるんですよ。どっぷりと優勝ですねって。我がやる気あるからしょうがないよ。ツイッターの名前をどっぷりと優勝にしてる人がいるんですよ。あれはどうにかしてもらいたいな、俺。何なんだろう。熱いな。我がが熱いからしょうがない。熱い男じゃないですよ。続いてゾンビは辛いよ。ラジオネームラッパーザキバチョフ。最近ゾンビ界で大人気のゾンビ知ってる？それは小田ゾビジ。小田ゾビジのドラマはどれも大人気で、特に東京ゾビストーリーのセリフ、ゾンビゾックスしようというセリフには痺れたな。さらに小田ゾビジの良さは世界ゾビ城でのテンションの高さ。ゾルトが世界記録出した時に小田ゾビジの体を弾け飛んだのは伝説だよね。そして小田ゾビジの名曲ラブゾンバディも最高。特にサビのところ好きだな。ララララサンゾビトゥナイラララララサンゾビフォーライI never ゾビ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 ゾンビ I wanna ラゾンバディ tonight 小田ゾビジ最高。何このコーナー、小田ゾビジ何このいや、これ、もう、やめたいんだけど、しぶといんだよ、結構、ゾンビだけあって。これ、ゾンビ、意味がわかんないから。ゾンビ、ゾックスしようってなっちゃうんだよ。それ、もうセックスでいいじゃん、そこは。いいですよね。ゾンビ、セックスしようでいいのにさ、ゾンビ、ゾックスしようよ。意味がわかんないのよ。なんなんだ、これ。ラジオネーム、ゾビに小判。ペンネームからだとなかなか辛いです。ラジオネームもそうなっちゃう。米専門の人だろ、じゃあ。ゾビに小判。アリさん、こんばんは。フードファイターをしているゾンビです。この間ゾンビのフードファイターのチャンピオンを決める大会出てきました。種目はどれだけ生きた人間を多く食べられるかの大食いバトル。時間は10分。どうしても勝ちたい僕は人間を水につけてから食べたり、マヨネーズやケチャップで人間を味変してから食べたりしていました。でも隣の選手を見て愕然としたんです。何の調味料もつけず、その人間を
パクパク食べている女性ゾンビ。後で分かったんですが、この選手はアメリカ出身のゾビースカイラーという女性ゾンビだったそうで、大食いだけが取り柄だと思っていたのに、これじゃあ生きてても仕方ないよ。モリーな、モリースカイラーな。小林ゾビルさんくらいですよね。面白い。人間を水に食べやすいね。食べやすくなるんですかね。大食いあるある。ホットドッグ。ああ、おかしい。エンジェルあげとく。いや、住所書いてないか。ひょっとしたら。ラジオネーム長崎チンポン。いつやるの？ゾビでしょ。で、おなじみの。林ゾサムです。ゾだけ。今回は意外と知られていないゾンビことわざを皆さんにレクチャーしていきたいと思います。まず、価値のわからないものに価値のあるものを与えても無駄という意味で、豚に心中ということわざがありますが、これと全く同じ意味でゾンビに香水というゾンビことわざがあります。他にも一体のゾンビを倒しても、またすぐに次のゾンビが襲ってくるという意味の、一ゾビ去ってまた一ゾビや、ゾンビを倒しに行ったはずがゾンビになってしまったという意味の、ゾンビ取りがゾンビになるというゾンビことわざもあります。少々、2階から目薬ならぬ、2階から目ん玉のように回りくどい説明になったかもしれませんが、よかったらゾンビことわざ、使ってみてくださいね。最初のゾビ、いつやるの？ゾビでしょの勢いどこ行ったんだろう。怖い。そこだけだね。めちゃめちゃ面白かった。もう見てる？アメリカのやつは。まあ僕見てます。あれはウォーキングデッド。で見てます。はい。あっちあんまり見ない。あっち見てないの？あのゲームオブスローンズ。僕ね、今ね、ほんと1の1です。1の 1? 2かな、1の2くらいかな。はい、めちゃめちゃ面白いのに。おっぱい出るんだ。もらったんだよ。だから俺なんかワーナーかどこか。ボックスで。で、また見返してよ。面白い。面白いですよね、あれね。すっげえおっぱい出るから。ね、びっくりしたんですよ。ね、あの綺麗なこのおっぱい。めちゃめちゃ綺麗なこのおっぱいよ。めちゃくちゃそう。最初鎧とかドレスから見せてくれるから、ペロンって出した時、わーって。わーってなるな。うん。おー。じゃんけん大会。おお、おっぱい大会。おお、ポロン。おお、ポロン。おお、ポロン。おお、ふぅー。いやいや、意味わかんない。三木亮介出てきた。三木亮介出てきちゃったらもう意味わかんない。大丈夫、今、三平。中年ゾンビのくせに、こんなこと言うの恥ずかしいんだけど、今俺が一番好きなゾビドルはね、ゾビモニ、ミニゾビって言った方が分かりやすいかな。ゾビ裏太陽の嫁、ゾジのゾミ、いや、ゾビのゾビ、未成年喫煙でおなじみのゾゴアイ、いや、ゾビアイ、大男をクローゼットに閉じ込めたゾグチマビ、いや、ゾビチゾビ。もういいよ。あと、もう一人は誰も覚えてねえ、幻のゾンバーって言われてるんだけど、アメリカ生まれのマイナーゾンビで、あいつシーシェパードじゃねえかって噂されたゾビ。あ、いや、ゾカ。いや、もうミカでいいや。この4人が初代ゾビモニなんだけど、デビューシングルのゾビモニゾンビンゾン。セカンドシングル、シングルの死は死ぬの死ぬ。セカンドシングルのミニゾビゾビフォンビンビンビンなんかは一撃必殺のキラーチューンだからお前らも聞いてみろよ。あ、プロデューサーの名前はひらがなで、ツンビな。うるさいよ、もうわかんないだろう。シーシェパードだっけ、シーシェパード。この辺がね、この人たちの難しいところね。そう、B 入れないとこもあるね。以上です。Day Night Dreamer Live On Air
is using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer。さあ続いてはなんか、どうしましょうかねっていうね、はい、先週まではオタクチャンズだったかオタクの話して、はい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 、その前安田さん女心わかんないから女子とかやってたり、うん、平子と新妻はどうするかね、なんだろう、何ですか、何しましょう、何でもいいかよね、なんか最近は興味あることないの、興味あること、まあ子供がちょっと大きくなってきたんで子供、あ、子供か、はいはい、どっちも子供はいるのか、そうですね、はい、そうなんですね、旦那、はいはいはい、父親、子供、子育てでしょうか、じゃあ子育て、子育ていいですね、子育て、うちも二人いますしね、子育てトークにしましょう、あ、いいですね、いいですね、うん、柔らかい感じがして、子育てトーク、いいですね、いいトークですよ、すごく、今日ははい、子育て芸人の皆さんに集まっていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい。どうですか？子育て。いや、もう、はいはいから立って歩くまでね、あっという間です。あっという間って、あるあるですね、これは。あるあるですよ。あるあるですね。いや、うちはまだはいはいし始めたばかなんでね。はいはいはでもね、本人がしてるうちはずっとさせとけっていうね。すぐ立って歩いた方がいいんじゃないなんてやらない方がいいんだってよ。うんうんうん、あ、そのほっといた方がいいってことですか、昔はほらすぐ立って歩いた方がいいなんて。僕なんかも結構、お兄ちゃんは立って歩くのが早かったなんて褒められてたけど、うん、今も逆だって、はいはいはもうずっとさせといた方がいいってよ。で、自分から捕まり立ちをするまでは、うんうん、まあはいはい、少し長めでも構わないっていうことなんですね。ちょっとうちの子、はいはい、がずっと長くて困ってますとか言うけど、はいはい長い方がいいっていう。へえ。体感的なことが鍛えられる。そう。へえ。と考えてみたら立って歩くよりもはいはいの方が体力使いますけどね。そうですよ。あなた今やってみてくださいって言ったらはいはい疲れるんだから。なかなか疲れますよ。疲れる。体力いりますもん。ねえ。だからそれ無理にほらもう早く立った方がいいよって言ってさ、うん、言いがち、いやあんまり良くない、言いがち言いがち、ね、はい、嬉しい、ついついなんか嬉しいから、そうしうちの子は早かったなーなんて少しね、うん、喜んじゃったりしますけどもね、そう、意外な落とし穴だったな全然面白くないですね大丈夫ですか、面白くなくてもためになるから、うん、あ、それでいいんですか、そのオタクとか女子とかそういう話してました、俺が、ね、笑える子育てトークしてよ、じゃあ、何面白いのあったの、子供の面白い話してよ、ちょっとほっこりするよ、うん、離乳食も始めて、ええー、いや、まだなんですけどまだなんですけどまだなんですけど、離乳食始めて、まあブロッコリーとかおかゆとかは普通に食べるんですけども、うん、オレンジ味のものを食べさせるときにすんごい大人がベッっていうような顔するんです、嫌な顔するんです、嫌な顔、酸っぱい顔、それが可愛いんですよね、いいですね、僕ないっすよ。僕ないです。子育てのそういうあれとか、子供がこんなこと言いましたとか、全然面白いと思わないんで。あれ、その、なんだろう。なんか奇想天外な、なんかことを、面白いって言う人いるじゃないですか。うん、なんか子供ってみんなそんなもんだと思うから。まあそうだね。あんまりちょっと面白いと思えなくて、ごめんなさい。うん、猫の映像映してるのと一緒だから、ね。いや、ほんとそうですね。猫だって奇想天外なことするしね、はい、子供もそうだよ。そういうもんです、ね。我々はやっぱ考えた笑いをしたい、せめて。うん、あれ一人になっちゃった。あれ、単純な質問にしていい？はい。お父さんお二人。はい。はい、はい。赤ちゃんって蜂蜜食べちゃいけないんでしょ？ああ、ダメです。なんかね。あれ何、ね、怖いね。殺菌作用が強すぎるんですよね。うん。うん。だから、なんか変な菌とか殺しちゃって。あ、例えばその胃腸の、腸の大腸菌のやつとかわかんないですけど、うん、強すぎるんですって。いつからいいのあれ？じゃあ、いつ食べるのみたいな。今でしょ？今じゃないですよ。ダメだからね。生姜だ、自然のもの、良くも悪くも自然のものだから、まだその免疫ができたんというか、そういうことなのかな、蜂蜜なんてもうあいつら一番好きそうじゃん、うん、まあまあそうですよね、そうですよ、与えちゃったら多分パクパク食べちゃうと思いますよ、そうでしょ、うん、怖いねそれ、怖い、なんか天然のものだから体にいいみたいな感じでね、開けちゃいそうですよね、プロポリス食べさせてやりたいもん、うんうんうん、本当だ、いやね、プロポリスってなんか食べさせてあげようって思っちゃう響きですからね、でもダメなんだ、ダメなんですよね、あれ死んじゃうの、そう死んじゃうぐらい強い、うん、強いっていう、あったと思うな、確か、怖いですよ、分かんない、そういうのもねえ、ためにはなりますからね、そうよ、分かんなかったこと、これからお父さんになる人も、うん、お父さん今まで子育て終わった人も懐かしいな、そう、
うん、そういう話していきますか、じゃあ。そうう子育ての、ね、だってみんな疑問だと思うから、リスナーの連中も、うん、それが不安でやっぱり結婚できないやつも多いから、うん、早すぎませんか、その子供の話って、このリスナーの人たちでよさせてよ子供の話。ああ、そう、ミルク飲んだ後抱っこしてゲップさせるのがこの父親の ね楽しいとこだったり、うん、ね、すごくおっぱい飲んだ後だから自分でゲップできないなと思うけどね、うん、大人からしてみよう、俺マジで余裕だからね、うん、ゲップ、ボーンとするからもうあなたはそういう、いや、あのタッチができないから体を立てて抱っこして背中をトントントンって叩いてあげるんですよね。横になるとやっぱゲップが出づらいらしい。出にくいの。俺絶対横でも出るけど、ね、あなたはね、あなたはあのね、赤ちゃんはね、そのミルク飲んだ後だからね、戻しちゃうらしいんですよ、ゲップと一緒に、うんうんうん、そうなると気管が詰まって危ない、だからこう立ててあげた状態でトントントンって吐いちゃったりするしね。そう、俺でも飲んだ、もう相当飲んだけど、ブーッと吐いて、ね、誰と戦ってるの、あなた、何なの、誰と張り合ってるんですか、あなた。えやれさ、できるでしょ、それは。昔は やられてましたよ、でも、親に多分、ゲップ。なに？パンキンジャンプぐらいわかるだろ、バカ野郎！もういいよ、ニズマ。帰ろう。いきなりアウトレイジ。だから、ちょっとじゃあ、まあ、子育て。お子さんのこととか、はいはいはい。まあ、パパトークですね。あ、パパトークいいですね。いや、で、それに伴ってね、家をね、持ったりとか。そう、あ、そうですね、うん。車も買わなきゃいけないとか、そういういろんなの出てきますから、はいはい。これは楽しい。いいですね。楽しい時間になりそうですね。あ、いいですね。ほっこりしましょうよ。そう、ほっこり。ほっこりタイム。うん、いろんなこの、またパパの話も聞きたいですよ。ほっこりタイム、うん、あ、国枝さん、ほっこりさん見ましたけどね。どっかのラジオみたいな。タカさんだよ。タカさん。タカさんなんですね。タカ明さん。あれ国枝さんかと思った。告白タイムの言い方だと。ああ、そっちか。ちょ、もう一回いいですか、ごめんなさい。国枝さんだな。国枝さんですよ。ごめんなさい。口がもう完全に、ね。口国枝さんなんで。ダイ！あ、タカさんだ。あれ？あ、いや、どっちだ？ダイ！ダイ？ダイ。ん？え？タカさん。マン！マン。ダイマン。族。タカさんだ。満足。一本満足。草薙剛さん。満足。一本満足。草薙剛さん。ラーメンになってるよ。ラーメンラーメンになってるだろう。Day Night Dreamer Live on Air。 さあ、というわけでお別れの時間近づいてまいりましたけど、ラジオネームクラウン村長 FM 岡山、キングオブコント情報、ファイナルステージ5組決まりました。1位、にゃんこスター、2位、かまいたち、3位、さらば青春の光、4位、ジャングルポケット、同率4位、アンガールズの5組です。ということで、俺らが予想した5組、3組全部の5組。いや、素晴らしい。すごい。これが有識者の力だよな。そうですよ。これぞ有識者というね。嬉しいですね。嬉しいですね。優勝してくんねえか。これで3人のうち誰か優勝予想当たりそうだな。うん、この感じでいくと。そうですね。ヤンコスター1位ってのはすごいですね。しびれますね。ハマったってことだよね、多分ね。うん。割と強い人いるからね。はい、よかったですね。まあ、11時ぐらいまでやってるってね。はいはいはい、まだちょっと結果、まあ来週、うん、まあちょっとこの件について話しましょう。はい、ちょっと総評とかね、はいはい、いろいろちょっと有識者の皆さんを集めて、はいはいはい、お願いします。ありがとうございます。ラジオネーム、ゲスの極め福君、FM 岩手。いやー、子供の話で笑い取ろうとするニーズは最低ですね。気分悪いわ。面白い話ないかって言われたから。ラジオネーム、ゲスの極め福君、FM 岩手。ニーズマ！いい加減にしろ！もう新座の門閉めるからなお前遅いからほら、いやいやいや閉まるぞ新座の門が。なんで新座の門って電車で通過じゃない。何、新座の門ってあんの。新座の門って韓国門の門が閉まるおっかないわ。新座の門。そしてまた福島 FM、 フリーザ役は堤真一さん募集してないフリーザ役はあ、意外といいかもしれないですね。いいですね。ちょっとこちらもね、楽しみですし、うん、もうこうなってくると、ちょっとザ・ W でしたっけ、あの女性の大会なんかも気になってきましたね。はい、面白そうですね。花子師匠まで出るっていうことになると、もう、
平子出てもいいんじゃないかって思っちゃいますよね。花子師匠出ていいならもう平子も出ていいだろう。それはウーマンじゃなきゃダメだと思いますよ。花子師匠に誘われたら平子が出ても誰も文句は言えないですよね。あんたちょっと大輔さんの代わりやってじゃあ大輔さんじゃない大輔さんでいいんじゃないですか。なんでそこ平子っちで出なきゃいけないの。面白いね。誰出んだろうな。引田天功とか出てくんじゃないかな。手品手品あるんですからね。引田天功マジで久々に芸人泣かせですよね。絶対そうだと思う。審査方法がどうなるんですかね。だから驚かすとか、それもで審査員誰やるんだって話だよね。だから花子師匠審査誰すんのよ。いや確かに清水美智子さんとかあるやん。